キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ第2回目と、はい、今回はロッテです。はい、ロッテもありそうやろ、トレードありそうですか。早めにだってもう1回やってるしね、はい、西村と福田でね、うん、それで成功してるから、はい、今ね、まあ、この動画が出てる時はないか分かんないけども、はい、交流戦終わって3位に順位を落としてるけど、まだ1位でもね肉薄してるから、まあ、リーグ優勝するためには足りないとこ補強しなきゃいけないってなると、はい、まあ、トレードね、はい、俺あると思うんだよまだ、はい、ロッテはだから早めに出します。はい、じゃあロッテの、はい、トレードにこれね出した方がいいじゃないからね、はい、出して開けた方がいいだから、うん、これニュアンス全然違うよ、はい、トレードのように出したらいいんちゃうと、うん、出してあげた方がいいんちゃうって全然違うから、まあ、選手のため思ってる感はありますね。そうそう、だからこれ間違わないでほしいんだよね、はい、トレードに出した方がいい選手じゃない、うん、トレードに出してあげた方がいい選手ね、うんうん、千葉ロッテ第1位井上聖也。アジャーですか。うん、うん、もう使わんやん、うん、このままロッテにいたら引退行くだけよ。それから誰かの怪我待ちじゃん。だってもう今セカンドファーストは勢いのある、はい、池田ライトさんが、はい、出てきてポッて掴みましたよね。めっちゃ頑張ってるから指骨折しても出ててね、はい、うん、でいい形。まあでも池田はね、はい、まあ、あのUTDだから他のポジションも守れるからあれだけども、はい、今ファーストに収まってるけども、うん、はい、これはもう使わんやん。まあもうハマりましたからね、うん、うん、井上、はい、怪我しない限り。でもなんかひょっとしたら山口がファースト来たりもするしね。あ、まあそっか、うん、確かに。でもこうホームランバッター系で言ったら山口選手とかもこれからまたさらにね、うん、成長していったりとかしたら、うん、ってなってくると、もう今33歳だから最後のチャンスだから、うん、いいチームある、はい、でもそれは13回目です。あ、はい、そこで言うってことですね。そこで13回目なんだ、はい、いいチームあるから、はい、行くところね、うん、続いて、はい、第2回選択希望選手、はい、平沢大輝。おー、ここで平沢は正直もうロッテでもうやるべきことないと思うねん。だって2軍で3割2分打ってんだよ、はい、で去年首位打者だったんでしょ、はい、もうこのね藤原がまあ復帰してきたけど、はい、藤原が肉離れになった、うん、で高部が故障出るやつ、はい、で荻野が故障出るやつ、うん、してチャンスが回ってきた、うん、でその中で1軍でもホームラン打ったりね、うん、最初いいところで打ったり、うん、結局、まあ、こんな言い方したら厳しいけど、うん、単発では結果出るけど、うん、継続して結果出ないわけじゃん、はい、ってなった時にロッテの優先順位が下がってくるじゃん、うん、でも2軍ではめっちゃ結果出してるわけじゃん、うん、じゃあ他何やんねんって話じゃん、まあ、チャンスは今年もらってましたからねってなった時によ、うん、もうやるべきことは一つなんだよ、はいはい、ロッテっていう水が合わないから環境変えようっていう、うん、そうですね、もしくはセ・リーグに行ったりしたら、うん、全く違う相手とにもなるし、はい、うん、でしかもイースタンだったらセ・リーグのピッチャーを打ててるわけだから、はい、ひょっとしたらセリーグに行ったら成績が上がる可能性もある、はい、これはもう本人のためにもうチャンスないんだったらワンチャン、トレードに出してあげて最後の広沢としての勝負をねかけてあげさせてやってもいいのかなっていうね、そうですね、ところはあるね。はい、まあ、まだ25歳ですからね。そう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 、まだまだこっからグッてくる可能性は、うん、でも結局ね外野もその故障者でいなくなってこれだから、これ帰ってきた時にもっと優先順位が下がっちゃうじゃん、うん、そういったところでは、この平沢ワンチャン環境を変えるっていうのも俺はなくはないかなっていうね、うん、ところもあるんだよね、はい、あと菅野ね、菅野選手、はい、うん、菅野も2軍では結構いい形で出るんだけども、うん、1軍に来たら続かないんだよね、はい、今10打数1安打でも今1軍にね平沢とかって上がってきているけどもね、うん、ここでもう結果残せなかったらもうロッテでやるべきことがなくなるから、はい、ワンチャン移籍っていうのも選択肢の中に入ってくるのかなっていうね、うんうん、ところは俺はあると思うんだよね、はい、で続いて、はい、投手ピッチャーピッチャー第1回選択希望選手佐々木千早。おー、でも去年一昨年あたりかな、勝利の方程式入ってる時期ありましたよね。2021年かな、うん、1年で去年はあの23試合。あ、去年はそれぐらいか、うん、でももうどんどんチャンスなくなってきてるから、はい、そのやっぱりいい選手出さないといい選手取ってこれないからね、はい、そう考えると俺は佐々木千早いいと思うんだよ、うんうん、で本人としても他のチーム行って、はい、先発薄いところとかリリーフ薄いところで言ったら、はい、チャンスあるからね、はい、そういった意味では
今が出してあげた方がいい時なんちゃうかっていう、うん、ロッテも今だって先発がよ、はい、あのメルセデス、うん、佐々木朗希、うん、で種市、うん、西野で三馬、うん、カスティーヨ、うん、小島、うん、がまあ今投げてるのかな、はい、でなんかもう中6日とかにこだわらず中10日になったりもするし、うん、回ってる中でまあ、チャンスが回ってきてないっていうところは、はい、まあ、ここからまあ、あるかもわかんないけども、うん、まあ、ないんだったら、うん、俺はトレードに出してあげた方がいいんちゃうかっていうね。おお、平沢選手に続いてドラ1ですね、2人とも、うんうん、あ、そう、そうなるね、はい、うん、じゃあ続いて、はい、鈴木翔太またドラ1いきますいや、だってもう、あの左もさ、はい、元前とかが先発行っててさ、うん、まあ、そこそこいい形の試合も作ったりも、はい、してるやん、はい、佐藤とかもね、うんうん、でリーフ坂本トレードで取ってきて、はい、いいわけじゃん、はい、で使わないんだったらいいの取れるよ。でもドラ1まだ3年目ですよ鈴木選手って。そうそう、だからちょっとこれは言い過ぎな感ある。ちょっと早くない？ちょっと早いっていう、早いっていうのもあるけども、はい、うんうん、鈴木だったらめっちゃいい選手取れるよ。あ、でもそのために、うん、そうそうそう、めっちゃいい選手取れる、うん、はい、鈴木だったら、うん、どこを鈴木投手出したとして、うん、どこのポジションをどういう選手とっていくんですか？それは13回目。あ、そうかそうか、そこまで打たないといけないんですか私も聞きたいよ。今は、そうそう、今は出そう。だからまあ、はい、今のロッテで足りないところっていうと、うん、まあ長距離砲だね、はい、普通に考えてね、うん、ホームラン2桁打ってる選手も誰もいないしね、はい、そうですね、うん、でピッチャーで言えば、うん、後ろはね今だったらあのペルドモ、うん、で増田、はい、で西村、うん、坂本、うん、沢村、はい、とかでまあ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 、うん、まあまあそんなバタバタする必要もないじゃんね、はい、いい形もできてるしね、うん、で、先発、うん、さっき言ったメンバーで先発のいい形できてるから、はい、ってなったらもう野手がね、うん、長距離砲欲しいじゃんね。そうですね、うん、まあまあ、あ、出せないだろうけどね、うん、まあ3年目だからね、はい、そうですね。でも鈴木クラス出したらすごい残ってこれるよってね、はい、うん、でもチャンスがないからね、はい、どうなんやろうっていうね、うん、ところはあるよね、はい、うん、であとは、はい、そうだね、まあ、あとはこの選手かな、中村俊。あ、まあ、同じ左でね、やっぱ坂本が来てちょっと行き場を失ってる人たちがいるからね、うん、で先発は、まあ、小島はね、はい、いい形にあるし、うん、まあ、元前もねこの前6月10日広島戦投げて、まあ、2失点っていうところでね、はい、まあ、久しぶりだったけど、まあ、試合は作ったっていうところもあるから、うんうん、今年2試合投げて2試合とも抑えてるんですよ。でもなんで1軍いないんですかね。それはもう、チーム事情で、チーム事情か、他の人、その人がいいより他の人がもっと良かったら落ちなきゃいけない。そっか、枠がないから落ちないといけないか、うん、そうそうそう。でもそれでね、うん、まだ今26歳、はい、今年で7歳でしょ、うん、いい形なんだったら、はい、いいってことはいい選手取れるから、ね、うん、ですね、うん、だからそこら辺がもし、うん、使わないんだったら、うん、そう出してあげるっていうのも、はい、選択肢の一つになってくるよ、ね。まあ、左欲しいっていうところあるでしょうかね。いや、絶対ある絶対ある絶対ある、うん、っていうところではいい選手取ってくれると思う。うん、そうですね、うん、あとこれ忘れてた、はい、東条大輝。あ、確かに今年32歳。今年投げてないですよね。今年1試合も投げてないね、はい、で 2軍では22試合登板、うん、してんだけども、まあ、サイドスローって横山が今一番上がってきてるからね、はい、だからここが、まあ、使わないだったらね、うん、東条投手、そうですね、去年もだって59試合投げて 2.08 ってめちゃめちゃいいですからね。そうそう、うん、いい形な、まだできますもんね。全然できる、うん、だからは東条佐々木千早いいと思う、うん、使わないんだったらね、うん、でまあワンチャンあるんだったら中村鈴木翔だね、はい、左もういいの取れるんだったらね、うんうん、で野手では井上誠也ね、はい、で、まあ、平沢ちょっと環境変えたらね、うん、はい、あと菅野も今回チャレンジできて挑戦できなかったらどうなるのかっていう、はい、ところは俺は出してあげた方がいいっていう、うん、まだいけるっていう、まだまだ他のチームでできる可能性全然あるよ。そう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 、うん、そしたらいい選手も取ってくれるしね、はい、これやっぱこれぐらいの格出していかないとね、はい、っていうのもあるからね、うん、まあ、どうなんでしょうっていうね、はい、あとはねファンの皆さんの意見お待ちしてます、はい。